マリ賢者の奴らをおびき出してやるか。どうやってな。みんな一大事や。ジャガンジャの幹部たちが町に現れて片っ端から攻撃してるんや。あんたらをおびき寄せる罠なんは見え見えないけど、止めても無駄やわな。みんな気ぃつけていくんやで。何人で遊ぶんや。主役は誰にするんや。誰がサポートするんや。ここは撤退するしかあるまい。俺たちともあろう者が奴らの力を甘く見すぎていたとはな。なかなかやるじゃない。ボキ感心しちゃうな。もうまだいたのか。そんなに怖い顔しないでちょうだいよ。これからたっぷり可愛がってあげるんだからさ。
こいつだけは呼びたくなかったんだけど、しょうがない。知らないぞ、お前たちのせいだからな。なんだって？一体何なのよ。なんかすごく嫌な予感がする。これはどういうことだ。アリジャ、とてつもなく邪悪なものが俺たちに近づいている。私たちの下にいるわ。みんな大丈夫か。ここはどこだ。あれを見て。ピピーコピー。なんかすごくないような。びっくりさせやがって。びっくりしちゃった。もっとびっくりしちゃうかもよ。はい。なに、どういうつもりだ。いや待って。ビビ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 コーピー。あはー、かっこいいと思ったらボキちゃんの姿。こいつは倒した相手の姿になるの。しかも敵味方見境ないんだよね。これがどういう意味かわかる。あは、じゃあねー。はぁ、何言ってんだ。何かあいつを倒そう。やっぱり弱いじゃんか。ほんと見かけ倒しね。気を抜くな。まだ終わってはいない。コーピー。 あいつ、ゴーライ旋風陣に化けやがった。サタラクラの言っていたことはこういうことだったのか。倒してた奴に化け続けるってことは、倒せないってことか。そういうことになるな。ミーのこと忘れてないかい？ソーリー、ちょっと待たせちゃったけどね。シュリケンちゃん！あいつが復活できないようにコッパみじんにしてやるんだ。しかし、どうやって？合体するのさ。弱い。行くぞ！
Okay.